東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのかその秘密を知りたい人は他にいますかジュビロ磐田と横浜 F ・マリノスの対戦は。 5の1で横浜 F ・マリノスが解消した横浜 F ・マリノスは2試合ぶりの勝利岩田は2月27日の第一節名古屋戦0の1以来6試合ぶりの敗戦となった試合は開始3分に動くショートコーナーからミッドフィルダー中村俊介が上げたクロスをフォワード海家がヘディングシュートゴールキーパーカミンスキーが引いたボールをディフェンダーファビオが左足で押し込み横浜 F ・マリノスが先制点 さらに、同11分、右サイドで獲得したフリーキックを、キッカーの中村がゴール前に入れると、カイが頭で合わせる。これも、ゴールキーパーカミンスキーに引かれたが、こぼれ球に詰めていたディフェンダー中澤裕二が、右足で強引に押し込み、2の0とリードを広げた。2点ビハインドとなった岩田は、前半22分、右サイドから、ディフェンダー桜内渚が上げたクロスを、ミッドフィルダーダイウトンが右足で合わせ1、1の2。 アダユートンの今季リーグ戦初モールで1点を返すと流れを引き寄せて勢いよく攻め込むしかしいい流れの時間帯で追いつくことができずにいると横浜 F ・マリノスに追加点を許してしまう横浜 F ・マリノスは前半38分負傷で出場が危ぶまれたミッドフィルダー齋藤学の切れ味鋭いドリブル突破から相手ディフェンダーの裏にボールを送るこれをペナルティエリア内右から ミッドフィルダーマルティノスの中央に寄り返し、カイケが右足で難なくゴール左隅に流し込み、3 1カイケの加入初ゴールで再び2点差とすると、同41分には中村の絶妙スルーパスでタイミングよく抜け出した斎藤を学ぶがゴールキーパーカミンスキーの頭上を越すふわっとしたループシュートを叩き込んだ。後半は横浜 F ・マリノスがボールをキープする時間帯が長く、主導権を握る。 均衡した状況が続いていたが、後半32分に、ゴールキーパーカミンスキーが蹴り出したボールを敵陣中央で受けたミッドフィルダー、木田拓也が、思い切り、よく右足を振り抜く。無回転となったシュートが、ゴールキーパーの前で変化し、ゴールキーパーカミンスキーも弾き出すことができず、5のとリードを広げる。木田は、J3 リーグでの得点はあったが、J1 リーグでは初ゴールとなった。一矢報いたい岩田は、後半41分。 ミッドフィルダー小林勇輝が強烈な左足シュートを放つもわずかに枠を捉えきれない直後の同42分には小林がこの日2枚目の警告を受けて退場10人では横浜 F ・マリノスの攻撃を耐えるのが精一杯で1の5のまま開幕戦以来の敗戦を喫した